こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日も無課金サバか柴犬丸ガチャ動画柴犬丸やっていこうと思います。ガチャ動画って言ってもうた、一緒に。はい、今日からね、はい、なんとったまたなんとったって言ってもうたな、ほんま。あれやな、なんてったってが一回目で言えへんのな。はい、もうめちゃめちゃガチャ来ております。はい、ね、まずは、式神使いとあやかしガチャでしょ。で、目指せ50連大感謝祭ガチャでしょ。で、開催記念ログインスタンプのチェーンソーマンコラボガチャでしょ。で、クリア報酬開催記念式神使いとあやかしガチャでしょ。まずはね、そのね、僕式神ね、今回ね、これ見ました。トウカと、もうなんかリュウメイなんかね、結構 X のトレンド上がってるんですけど、まあ、僕もリュウメイ欲しいなと思って、はい。とりあえず無料からちょくちょく引いていきますわ。はい。で、予定ではチェーンソーマンコラボガチャも引きます。はい。それでは、開催記念、式神使いと、貸しガチャ引いて、その次に大感謝祭50連いきますね。はい。お!大木ちゃん。大木ですね。初ゲット。ありがとうございます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 。じゃあ、まずはじゃなくて、もう2回目なんよ。はい。これ、殺し合い報酬ですね。はい。毎回最近、この、無料をね、リセットしてくださるの、嬉しいっすね。あーんあーんって。大木ちゃん。めっちゃ間違いねえやった。ごめんなさい。大木が先出てきた。かって、個体所持っていうのはね。で、はい。とりあえず、開催券、ジェイソンマンコラボガチャ引いていきましょうか。ログインスタンプですね、これ。はい。おいお、ちょ、待って、これ来たんちゃう、これ来たんちゃう、来いよチェーンソーマン。鼻出たポルックスですね。チェーンソーマンクラブから覚醒ポルックスさんにお越しくださいました。どうもよろしくお願いします。さて、ここから本番ですね。はい。目指せ50連大感謝祭。僕のね、用事のあるガチャドラはね、ガチャはね、こんだけしか持ってないんですよ。はい。4連ガチャドラ、3連ガチャドラ。はい。武器にしてるのが6連ガチャドラ、4連ガチャドラ、10連ガチャドラ。だから、なんや ?5 って言ったっけ ?5、7、8狙って、大感謝祭。ぶん回して強欲にちゃんとボックスも50以上開けていきます。はい、それでは目指せ50連いきます。はい、まずはこれ10連か。そうか、もうめちゃくちゃボックス開けてきたんよ。ほんまにね、僕ね、アグリゲートとかなんか金玉が見えたぞ今。おい、え、何をゲットしてん、まだ。そうやね。このアカウント、雨の実なかなし持ってないね。おい!あ、これは嬉しいな。クレイマーは嬉しいな。クレイマーはちょっと武器あれでしょ?嬉しい嬉しい。こういうのは出るのは嬉しいんですけど、誰やったっけ?トゥバ。トゥバなんか、シバドラみたいになってるやん。そうなの?シバドラみたいなトレンなんか。まだ、シバドラ言うたらまだ、4連か。ちょっとは用事ないな。4連に。用事はちょっとお気に入りしますね。はい、お気に入りしました。ちょっと用事がない、あまり用事がない4連が津田さんでしたね。それでは、受け取っていきます。はい。4連。霹靂一閃4連ですね、これで。霹靂一閃6連出ますように。はい。あ、はいってこれ4連。え?ちょ、待って。この卵はもう確定演出なよな。ん?あ、石田さんか。石田さんね。お、ユーリ。なんかユーリ最近めっちゃ出るんよな。待って、霹靂一閃4連だけで終わんのきついんやけど、このままじゃ。はい。それだ。もう一回、霹靂一閃4連いきます。次は、霹靂一閃8連ぐらい、期待したいな。
あら五連色は雷の呼吸と一緒やけどね。はい、はい、それでは霹靂一閃五連いきたいと思います。これであともう一回で最後か。はい、ちょっと頼む、もうなんかもう10連とかじゃなくてさ、もう、おい、え、ショーテルごめん、あのショーテルはね持ってなかったんですよ。あの普通に嬉しい。また5連か。はい、これ最後ですね。霹靂一閃5連。これ多分最後ですね。はい。結構やってるな。これほんまガチャ運悪いような、なんかオリジナルの。石田さん、ドゥバン。おい！ちょっと待って、アグリゲートとか誰だったっけ、ルカーノミツキじゃなくて、誰だったっけ、ユリシャ。クジャク王ユリシャ。ちゃんと覚えてる名前。それでは一旦結果見ていきましょうか。まだガチャ引きます、今日は。はい。それでは一旦結果、いきます。ごめんなさい。ちょっとあの、式が回ってたのがちょっとバレるんですけど、はい。ポルックス、フェスゲンはね、ちょっとあまりね、あんまそんな用事ない方ばっかりでしたね。はい。ちょっと一旦ボックス整理してね、しっかりゴッドフェス引きましょう。もうさっさと、ゴッドフェス。こちら引きますわ。僕は。もう迷わない。チェーンソーマンクラブスーパーゴッドフェスに。まだクエストクリアしてないんですよ、僕は一切。これ、意思どうせ使っちゃう、分かってたんで、はい。これちょっと一回ずつ引いて、引きによっては、ちょっと引き紙も引きたいなと思ってるんで、チェーンソーマン、よろしくお願いします。はい。ユーザー情報。購入益。無料配布112個です。久しぶりにボックス拡張に結構石使えたね、今回。はい。4ガチも頑張ったんで、はい。4ガチって略し方で合ってるのかな。はい。それではね、チェーンソーマンスコラボスーパーゴッドフェスガチャ前半。もうアグリゲートにむしろ、アグリゲートぐらいかな、今回用事あるのは。アグリゲートって出るっけ？おい、来た。あと、マキマさん。マキマさん。サメ肌マンやん。あ、ごめんなさい、サメの魔人やった。もみあげマンの印象が強すぎて、あの、インパクト強すぎて、僕、なんとかマンって言って前全部。それだね、もう一回。じゃ、今回はね、5連のおまけにあんまりね、その執着がないですよね、僕。おい！お！巻きまさん。うわぁ！これ、早川葵さんでしたっけ？来たやな、ほんま。葵さんじゃない、あき、やった。はっけ。コーンに僕負けたわ、なんか一回。おい、いいですね。この調子で。いや、これもう全部チェーンソーマン引こうかな。いや。あ、ローランドさんや。あれ、ごめんなさい、ローランドさん、あれや。ローランド様や。はい。で、ローレンスですね。キャラの名前ほんま適当に覚えすぎ。よし、じゃあ次行きましょう。はい。巻きまさん。これできひんのね、僕、硬すぎて。あと、悪魔は、で、確かに悪魔やったな。天使と悪魔やな。あ、ちょっとこれも、天使の悪魔やった。武器作れるやん、でも。武器作れるね。おー、羽作れる、羽。それだ。もうこのままいったらもうチェーンソーマンぶっ突っ込みそうやな。はい、これでお願いします。シンファやったっけ、メイファ全然ごめん、あの名前覚えきれへんのね最近、ほんまに名前に弱い。はい、いやー出えへんな。ちょっと待って、これはさすがに覚えてる、セレス。はいはい、だって昔からいるもん。はいはい。よし。結局5連やね。もうおかわりどころじゃなかったね。もうとりあえず突っ込みます、全部。もうほんまにこれが見たい。これ、マキマさんの声どうしてあんの？おい。来たで。マキマさーん。ログインスタンプでも見たね。隠しポルクスさんね。
ようこそいらっしゃいました。今回のゲストは学生プロックさんでした。それでは4回目ですね。はい、牧間さんお願いします。お願いします。こんな感じで牧間さんファンに怒られるわほんま、これじゃったら。さっ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 、やめた途端出た。これが鬱陶しかったですか、牧間さん。やったやった。これもうね、これボイスがね、ここで私ができることは終わりました。これクールビューティー、めちゃくちゃタイプです。はい、はっきり言うて。はい、それであと3回も引いちゃおうか。もうあと悪魔はの方も いただきましょうか。これやめた、これしてたら牧間さんが出ない法則ね。はい、サメ肌マンやん。あ、だからサメの魔人やってもうもみあげマンのインパクト強すぎて、これさっきも言うたな同じこと。はい、あと2回ですね。はい、これしてたら牧間さん出えへんから、牧間さん以外のもうなんかちゃうけどね、もうこの動きもう忘れて、牧間様じゃなくてアテン様が来られましたね。はい、太陽神ですね。あ、ごめんなさい、天王神か。はい、それではラスト行きましょうか。ここらでチェーンソーマン出るということをね、見せていきましょう。よし、さあもうこれしとくよ、もうこれしとくよ、もうこれしてマキマさん出てきた。僕マキマさんのことさっき、ログインスタンプ、学生プロックさん、今日のゲストは学生プロックさんでしたって言ったのが、まさかここで3回もね来てくださるとはね。はい、3度目の出演、友情出演ありがとうございます。それでは結果見ていきましょう。はい、これでこちらですね、こちらあれか、大感謝祭スーパーゴテスか、サメ肌マンから早川亜希さん、はい、ローランドさん、天使の悪魔、シンファ、ごめんなさい、こんな感じです。あ、名前全然覚え出せない、もうかんわ、名前覚えるの苦手なよな僕。はい、いやでも牧間さんとね出たのはまあ救いですね。はい、本当にデンジ君ちょっと欲しいよな、ちょっと。でも牧間さん出たからな、いやーでもよかったかな、相対的に見たら、結果的に見たら。ショーテルが何気に嬉しい、マジでショーテルが嬉しい、ほんまに。はい、こんな感じでございました。柴犬丸、今回の無料ガチャこんな感じでございました。はい、もしね、皆さんのね、ぜひぜひコメント欄にて、何が出たよとか、はい、チェンソーマンコラボ回すよとか、石の使い道とかもね、教えてくださると嬉しいです。僕は結構ね、まだクエストもまだ全部残ってるんで、はい、もう一回おかわりしようと思ったらできるんよね。はい、どうしようかな、そこら辺、そこのおすすめとかもぜひくださると嬉しいです。あと、もしよかったらね、チャンネル登録と高評価、というか、グッドボタン押してくださると嬉しいです。あと、概要欄にある X アカウントのフォローもできればよろしくお願いします。はい、それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。